山田さん具合悪いの？そう、具合悪いが明らかに。いつもと違うもん。なんで？いや、だからね、うちに入れるようにちゃんとしてあげたんだけどね。消えちゃったけど、どうしたらいいのか。何？山田さん？そう。山田さんが何？体調悪いの？聞こえる？みんな。どうしたらいいですか？おばちゃんのとこが悪いですか？皆さん。どこが悪かったですか？体調が悪いのはほっといたよ。そこでどうしましょうか？うん。猫王さん聞こえる？聞こえる？ゆうすけよしそえ、よしそえゆうすけ。じゃあ、亜生さんこれやってて。はい。それ、まあ今帰ってきたばっかりだから、あんまやってない。ごめんね。はい。あの、出口さんに3000やればいいですか？出口さん誰？ワドさん、こんにちは。ワドです。ワド、ゴルゴさん。聞こえる？ウミオさん、聞こえる？ん？どこにいるの？ここ？ここだよ。あ、これマイクだ。それマイク。ワドです。神ですか？はい、神かもしれません。いや、今どうしようかだと思ってんだけど、どうしましょうか。和道です。コウスケ、ヨシゾエさん、和道です。和道つですだよ。和道つ。和道つって何ですか？和道つって何ですか？挨拶。挨拶。あれ？こんにちは。神ですか？あれ？指輪落としちゃったよ。指輪？どこやったんだろうか。どうしよう。まあ、いっか。どこで、そこどうしたんですか。コロとこの辺に転がった。いや、大丈夫だよ。猫王さん誰なんですか。誰なんですか。おばちゃんです。おばちゃん、そうですね。誰なんですか。おばちゃんです。何かありましたら解決します。花火ちゃんさん、浅野さん、こんばんは。浅野さん、こんばんは。花火ちゃん、こんばんは。くらおうさん、こんばんは。くらおうってなんかスキー場かもしれない。どっかにあったの、田舎に。浅井さん、こんばんは。たくみさん、こんばんは。和道の母？嘘。和道さんのお母さん。和道の母？そうかもしれない。浅井さん、こんばんは。こんばんは。もし、クラオーなら、ザオ。あ、ザオっていうのが、そういえばザオってどっかにスキー場があったよ。それですか？すいません、おばちゃんで。おばちゃんでスキーね、ちょっとだけ滑ったことがあるよ、若い頃に。でも、おばちゃん、スキー、今滑ろうと思わないよ。長いもの持ってちょっとスキー場まで行くのは気力がないもん。ごめんね。おばちゃん、今度頑張ります。メガネ直しましたか？ゴリゴさん、メガネ、違うメガネにしました。前、2ヶ月ぐらい前、そのメガネが見えなくなったんで、それで焦って買いましたけど、布団の中から出てきて、次の日にびっくりしました。あと、どこ探してもないから、それもびっくりしたけど、出てきたのもびっくりしました。ちなみに、猫です。ははは。ザオさんですか？猫王さんだ。猫王さん、猫の王様？猫の王様っておばちゃんじゃないのかな？猫の王様って。にゃーわーわーわー。これが猫の王様です。遠景写真モデル募集中。
お名前なんて言いますか？お名前、浅谷由紀子です。よろしくお願いします。遠見さん、こんにちは。はぁ、あ。なんかおばちゃん、今日は、どうしようかな。何か、あ、この前何かあの、おばちゃんが配信してた時に、何だったかな。あの、おじいちゃんに、結果が悪いと言ったんですけれども、お肉食べさせていいですから。これはよくわかんなかったけど、多分聞いたからにはダメだと思います。っていうのは、元気な人だったらお肉でそれは結果もいいかもしれないけど、元気が、あんまりないと、あんまり余計なタンパク質取らない方が、元気にいけると思うんですけど、少しだけと、それが一番いい道です。もし、これ見てたら、後で見てても、それはこれ答えです。芝、紙、読めない。芝、紙、なんだか、み、わからない。秋久さん、おばちゃん、この真ん中の漢字がよく見えなかった。あとで和道さんがもし間に合ったら聞きます。すいません。和道さんに聞くからすいませんです。あとは、おばちゃん、この前びっくりしたのは、この前食べ物の話をしていて、それでおばちゃんがなんかうろうろ喋ってたら、明晰なそういうおばちゃんが言ったことを一言で言って、それ帰ってきたよ。そういうおばちゃんすげえ驚いた。これっておばちゃんなんかわからないけれども、皆さん方に尊敬が足りなかったと本当に心から思いました。ちなみに猫です。ははははは。ね、猫ちゃん、これはあなたが猫ちゃん、私が猫ちゃん、よくわからないな。お名前なんて言いますか？浅井さん、こんばんは。あつしさん。あつしさん、こんばんは。これ読めないかな？読めない、やっぱり。これなんて読むんですか？どういうふうに読んだらいいですか？よくわかりません。なんだか神。なんかそう思ったら、今日の話題は、今日仕事？もうこれから行くよ。これから行く？うん。行くっていうか、まずジムだよ。ジムだ。浅井さん、秋さんを置いてるところ前と一緒なの？いつの話？去年。今どこに置いてんの？どの辺に置いてんの？明日の朝の話？そう。明日の朝はあなた見たことがないんじゃないかな。来たことないよ、あなた。嘘。駐輪場の裏じゃないの？いや、それは1週間に一遍だよ。あ、そう。駐輪場の裏ってどこにあるのか分かんない。毎日日替わりで変わります。日替わり変わるんだ。これ何て読みますか？芝上。芝上？みーすけさん、浅井さん、こんばんはです。こんばんは。逃げなくなった、明日、あそこ。いや、困ったのはね。エフロット三所見です。お金あげに行った方がいいですか？どうしたらいいでしょうか？誰に？もうあなたになっちゃったね。山田さんじゃないのかな。山田さん死にそうなの？死にそうだよ、今日見た感じで。そう。すげえ驚いた。飯食ってないの？いや、でもふっくらしてんだよ。でもね、全然ダメなの。オーラがないってこと？ん？オーラがないの。何？その正気がないの。そっちがそうって。わかんないけどダメだ。全然ダメだ。弱っちゃったね。ほっときゃいい？どうですか？いや、助けた方がいいんじゃないの？
じゃあ助けに行く？助けに行く今から。うん、助けに行くってどうすればいいの？わかんないよ。金渡したって殴りかかると思うよ。殴りかかんの？殴りかかってるもんだもん。なに、殴られんの嫌だな、ちょっと。いやだから強くないからね。ああ。叩かれたら痛いよ。逃げれないよ。どうしたらいいでしょう。じゃあほっとくしかねえんじゃないの？う？じゃあほっとくしかないじゃん。あの木の枝にあの金ぶら下げとく、2000円ぐらい。そうする？なに、どういう風に元気ないの？俺見てないから何とも言えない、その山田さんを。助けに行く？ん？助けに行く？今から一緒に。一緒に？うん。自転車で神楽坂に行くの？神楽坂な？そうだよ。神楽坂無理だ。神楽坂に行けるのはすぐ行きましょうっていうのは私は難しい、ね、簡単だよ。だって中野駅前まで毎日スポーツに出かけるんだから、うん、神楽坂はそう近いよ。遠いよね神楽坂。うん、言われちゃった。これなんて読むんですか？これ神だった、どうでもいいよ。どうでもいい、うん、浅井さんこんばんは。こんばんは、初見です。よろしく。初見さんこんにちは。初見さんじゃなかったっけ、うん、初めて来た人は初見です。コラボっていうか浅井さんはよくつるんでますよ。僕友達です。ワドツこんにちは。あまねくんこんにちは。みなこんばんは。バーガープレゼントしてありがとうございます。バーガーありがとう。ワドさんコラボですか？コラボわからない。風船10個プレゼントしました。ありがとうございます。こんばんは、みーすけさん。こんばんは、すずさん。こんばんは。はあ、はい、こんばんは。お母さんじゃないよ、友達。どうしたらいいでしょうか。さっきからお母さんって言われてるよ。うん、そうなの。ちょ、お母さんですか？はい、お母さんです。また嘘つかないの、そうやって。ワドです。こんにちは。どちらが神ですか？そうかな。どっちも神かもしれないよ。神はどっから来ました？神は近所だよ。もう自転車で5分ぐらい。違う、どっから来たって。そういうこと聞いてないよ。どういうこと聞いてるの？光の世界じゃなくて、善の積み上げの世界から来ます。ハニカミ、これ、なんていう意味ですか？いや、あんまり分かんない言葉はほっといていい、ね。ダブルゴッドですね。これも分からない。ダブルゴッド、そう、ダブルゴッド。もともと、どんな知り合い？知り合い。どんな知り合いって道でばったり会ったっつって、それで話したときに、それから友達、浅井さん神様です、電話鳴ってるよ。浅井さんの電話だよ。どこ行ったんだ。これさっきから鳴ってんだけど。出た方がいいよ。いや、出る前に消えちゃって。だそしてかけ直せばいいんだよ。かけ直したってダメなんだ。出な。もしもし、はい、体操ですね。はい、なんかが外れてる。消せ。はい、ちょっと待って。もしもし、背中の方が膨れてない。あの肩甲骨のあたりが前に行ってんで、もうちょっと後ろ、左の肩甲骨を後ろ。だから多分腕を頑張るから、それで背中が膨れてない、それから膨らましたまんま腕を曲げる。はいはい、そうですね。はい、トレーニングやるよ。はい
いや、肩甲骨の中、肩甲骨の、そう、あのところの肺で肩甲骨を後ろに押す。もしもし、はい、形としてはいいです。はい。もしもし、はい、それが、あの、改善点です。はい、では。顔がしびれてる。ちょっとしびれてるとこ触ってください。そこがたまにしびれる？もしもし、それあれだよ。あの、懸垂の時に、あの、肩甲骨を押すのを実行したらそこのしびれが取れます。それの間違いによってそこのしびれが残ってます。はい。はい。いや、だから、それ、しびれはそれで起こってますが、流れてるって人に流れてるからですか？ちょっとだけ流れてます。だから、それ、その、後ろに膨らますのができたら止まります。はい。はい、それ OK。 はい、何をあげてるんですか？大丈夫です。はい。あれ、もうちょっと待って、もしもし、今のちょっと待って、 何をあげてるんですか？いや、それもうスクワットにしてないと肺が縮まってるよ。はい、そうですね。はい、はい。体直したい人、電話誰？いや、あの、エネルギー治療科。エネルギー治療科から電話かかってきたの？そう。だから、寄稿しましたけど、その、こういう治らないと苦情言われましたが、なぜでしょうか？苦情の電話だったの？いや、違う、そうじゃないよ。で、そういう質問に答える役目。おー。なるほど。そうだよ、だってさ、エネルギー治療科の、あの、あれだわ。質問っていうのはあれだよね。浅井さんがエネルギー治療科じゃないの？え？その人が？お客さんがエネルギー治療科なの？そう、私そういう危ないことしない。いや、直せないことないよ。ああ。はい、治りましたっていうのは、これはダメだ、これ。私がやるとさ、明らかにさ、まずいんだよ。いや、でも整体師の免許持ってるんでしょ？持ってるよ。指圧マッサージ、針灸だよ。持ってるんでしょ？浅井さん、針やってたの？針やってた。針だって早いんだよ。パパって針だらけで。そうでしょ？怖え。そうだね。浅井さんの針、怖え。どこに刺すの？え？どこに刺すの？首？だーっと首に刺すの？そうだよ。だって、でもそれってね、いや、今はそうやらないと思うよ。今はもうちょっと違う技術だよ。お客さんの要望があって、で、首にあの山ほど刺してほしい、それ電極入れてさ、ガンガンかければね、すごい気持ちがいいだしな。それを狙うのよ。狙うって何よ？その、電極入れてさ。それ何年前に撮ったの、ハリキューは？もうだいぶ前だよ、20年前じゃない。ハリキューうまいよ。うまいの？うまい。怖え。やだな、浅井さんのハリキュー。え？いや、やらないもん、私。ね、マッサージがメインの？ハリ、そう、マッサージまでやる。マッサージ、大好きだよ、マッサージ。大好き？うん、だって、だから、その、体が治るとは何かっていう、一般的なことについてわかるわ。
だからエネルギーは得意だし、それで体が治るとそれセットとそれを2つ合わせればさ、簡単にどういうふうにしたら治りますかってさ、はいってこれが分かるよ。いやだからね、あと、あなたもね、こうやってやって、そしてね、これ治らないんですけど、どこが悪いでしょうかって言われたら、私答えれるけど。嘘。そう、誰かにやってあげて。左肩が壊れてんだけど、あなたの左肩、これ直して。どこが痛いですか？そこも、今痛いの分かったよ。さっき一番最初に触ったとこ痛いんで。で、それで、治し方。治し方。だって、そ、朝起きたらこうやってそれ限界までそのそれをやればいいになります。なる。はい。整体の先生、そう、体の骨格がどういうふうになってるかは分かります。治すこともできる。力入れてえいってやなくたってさ、治せることはできます。治せる。どういうふうにしてくださいって言うの。治る。ジェット波越し指圧の神。そうそう、指圧指圧大好きだよ。指圧はおばちゃんよくわかる。指圧が、こうやって普通こうやって押してるでしょ。だけどおばちゃんね、この前からね、手に目がついたよ。してそれでね、こうやってやったらは、さ、悪いところが目に映って見えるだ。この頃びっくりした。だから多分スポーツしてるから、それで能力が増したんじゃないかと思います。指圧の仕事になりで、お母さん、そう、お母さん気候師、いや気候師じゃないよ、おばちゃん。気候師はやらないんだよ。気候師、でも気候で人を治すことを指導することはできます。今流行りの独身、ははは、はいや独身じゃないよ。でもおばちゃんやってたのは独身。あの独身、そのどっかの人が死んだっていう独身ですね。知ってるんだ。だってテレビ見たもん。テレビ見た。テレビあるんだ、家に。テレビついたよ。前なかったよね、テレビ。そう、もうあれだよ。テレビね、別に必要ないけど、言って山田さんに見せようと思って買ったんだ。ワードトレーニングの後に針やってもらったりしてるよ。最近毎日鍛えてるから。わあ、すごいあれですね。感覚があるからうまく鍛えられてるよ。ありがとう。ネタ。お母さんだよ。浅井さんだけフリーズ。よくわかんない。フリーズわかんないよ。気ままな神。起きてた。はははは。僕は今、右腕、上腕が痛いんですが。直していただけますか？直したいよ。電話ください。0705011138。電話来たらすぐ直す。考えたのか？ははは、は、やはり神。冷え性治りたい。いや、そう、電話ください。0705011138。こんばんは。のんたいないの？いや、のんたんと会いたいんだけど。今日はいいね。もうちょっと。そう。さあ、会えればいいね。言うんかい。ははははははは。あ、この写真で直せばいいのかな？右上腕。カメラに顔映ってない。ん？
カメラに顔映ってない。この写真でも直そうと思うんだけど。写真で直すって何？え？左目のその目をあのー、一番力が入るとさ、レンズに変えればその症状は治ります。だからそうやってだからメガネ屋さんに行ってそれ作ってもダメだよ。このレンズでいいですかっておばちゃんがはいって言ったらそれで上腕治ります。こんばんは、いいんかい、ははは、ゆきこんにちは、みすけ覚えやすいや、ははは、は、のんたん、え、そう、のんたん今来るって会いたいよ。あさりさん久しぶりです。みなちゃんこんにちは、わんちゃん今来ました。あさりさんですか。あさりさんです、今来ました。はい、こんにちは。このアングル一番好き。アングル？そう、アングル、この角度だ。はい、ありがとうございます。さて、これで、疲れた。電話が来ないからしょうがない。ちょい、あ、冷え性も直さなきゃね。冷え性。この、こっから。鈴って何ですか。鈴、あ、名前、鈴って名前は鈴さん。多分恋愛することだと思います。恋愛したら冷え性治るの。そうです、はい。いや、そういう、いや、和道さんと恋愛してもダメだ。そのいや、すずさんを愛している人が近くにいるからそういう人と恋愛すればいい。恋占いもすんの、あさりさん。いや、どうだって、髪切ったですね。そう、バチャーこうやると自分で切りました。自分で、いつも切ってます。自分で痛いところ切ってんのそれ。直したいからもう一回番号教えて。0705011-1138。疲れた。そう、今日、疲れた。バカ、ありがとう。ありがとうございます。おばちゃん、今日仕事いっぱいしたからね。これからまだ山ほどやんなきゃいけないよ。明日の昼過ぎまで。でも途中で少し寝るよ、きっと。かわいい、ユッキー、かわいい。バーガー、ありがとうございます。和道さん、笑ってる？和道さんも笑ってる。笑ってんのかな？よくわかんない。わかりました。愛されて温まります。わかった。よく、あ、そう、それあれだよ。よかった。そしたら、あとは、さあ、これでいいかな、今日は。今日 OK？ ん？満足？そうだね、あとは、これ電話配信中の方が分かりやすいよ。だから、電話いただければ直します。あ、今電話もらえたら直します。今電話とつまちするそうです。うん、とつかけたい人いますか。今、浅井さんか、ありがとうございます。教えてくれてありがとう。バカ、ありがとう。 F さん、とつまちしたい人いますか。放送なんで音乗っちゃうけど、
070。電話番号もう一回言って。あの、みんなに教えていいの？この人は大丈夫だよ。教えていい、電話番号教えていいの？文字で書いていいの？この人は、配信中じゃなくても直ります。今の人。F さんは大丈夫ね。うん、電話番号書く？誰？浅井さんの。みんなが知りたいって言ってるけど。いや、書かないならいいけど、別に。070-5011。書いていいよ。1138。じゃあ、5分間だけ電話とつまちします。070-5011-138で合ってる？多分。で、放送中なんで音声乗っちゃうんで、プライバシーだけ気をつけてください。なると思う？なるね、これきっとね。電話かかってきたら出ればいいじゃん。いや、いつもこの携帯電話、電話が切れちゃうの。あ、そうなんだ。充電が切れちゃうの。そう、古いからあっという間に切れちゃう。半分でもすぐ繋がらない。あ、来たよ。じゃあ、スピーカーフォンにするか貸して、浅井さん。はい。あ、もしもし。リスナーさんでしょうか。もしもし。リスナーさんでしょうか。あ、音声乗っても大丈夫ですか、スピーカーフォンにしても。このままの方がいいよ。乗らない方がいい。このまま直す。わかりました。ちょっと待ってください。はい。待って。え？はい、はい。これで電話できるから。あ、ここで話して。マイクここだから。え？ここで話して。ここで。うん、なんかよくわかんない。もしもし。聞こえるんでしょうか、これで。よくわかんない。あ、ごめんね。放送の音切ってもらわないと。ループしちゃう。よくわかんない。え、いいよ、普通に今聞こえるから。え、いいの、ちょっと貸して。うん。あ、もしもし、聞こえますか。はい、聞こえます。あ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どこが調子悪いでしょうか。なんか、気になるとこ、痛いところはどこですか。私去年の7月11日に、はい、左乳房を、はい、乳がんで手術したんです。はい。で、まだ1ヶ月に1回、治療中なんですけど、はい、これから先転移したりするのが怖くて、それを見てほしい。今、お医者さんには1ヶ月に一遍行ってるんですか？もうちょっと行ってますか？はい、行ってます。1ヶ月に2回行ってるんですか？1ヶ月に1回行ってます。検査だけ、今はもう、一応、肝細胞を全部取れて、取れてっていうことで、まあ、もしもし？はい、もしもし。はい。今はもう癌細胞も全部取れて、はい、で、あとは転移しないように様子を見ていくっていうことです。浅井さん、電話ちょっと待って、うん、ごめんね、今考え中だ、ちょっと待ってね、うんうんあ、もしもし、アヒカンぐらいの2個、はい、何グラムぐらいかな、
300g ぐらいの、ものを右手に持って、もう一回言ってください。なんか途切れ途切れで聞こえにくて。 300g ぐらいのものを 300g? はい、右手に持って、右手に持って、はい、それで、側屈は、左側に側屈、その時に左側に側屈、はい、左側に横に倒す、左側に横に倒す、こういう風に300g のものを右手に持って、 300g のものを右手に持って、そしてはい、横に、これ見えてんですか？見えてます。こういう風に横に倒す。で、その左に、右手に持って、右手に立つ、左に倒す。そして左足を一歩前、ちょっとだけ前に出して、そして、左足をちょっとだけ内側に曲げる。ちょっと待ってくださいね。そこに荷物ありますか ?300g の。もしもし？はい。そこに 300g の荷物ありますか？何か。300g の荷物すぐわからないけど。その辺にあるもので、何でもいいです。300g 荷物作りますとしたら。いや、何でも。今はちょっと測れないけど。いや、身の回りにあるもの何でも適当に持ってみてください。はい、わかりました。それを持って、今、手を上げて。今。今 300g 持つの？いや、だから300でなくてもいいですから、身の回りの何かあるもの持ってください。今持つ？はい、わかりました。今持ちます。待ってください。はい。はい。300g。はい、持ちました。して、まずは、両足をちょっと開いて構えて、して、左足をちょっとだけ前に出して、5センチぐらい。はい。そして、はい、はい。そして、左足の、左足を、ちょっとだけ内側に曲げる。爪先を。はい、曲げました。曲げすぎ、はい、曲げすぎ。もうちょっと戻す。はい。はい、そこです。はい、そこです。はい。そして、右手に物を持って、こういう風に持っていく。その時に、右のここに息を入れる。おばさんのここのところ。見える？脇の下。脇の下に、脇の下に息をこういう風に、脇の下をずーっと外に広げるように、目いっぱい息を吸う。はい。あ、惜しい。今惜しかった。この、もうちょっと下。もうちょっと下、今脇の下はもう2、3センチ下にいるよ。はい。ちょっと笑わないで一生懸命やれば合ってるよ、大体。かっこ合ってる。はい。いいですか？もう一回やってください。はい。はい。脇の下に。もうちょっと倒す。もうちょっと倒す。はい。もうちょっと倒す。はい。はい。はい、息を入れて。はい。ぐっと息を吸う。右の脇の下とぐっと息を吸う。はい。惜しいな、もうちょっと頑張ればいいのに。はい、もうちょっと。ぐっと息を吸う。頑張る、ここだと頑張る。はい。はい。あ、惜しい。もうちょっと下だよ。今上に行きすぎてる。もうちょっと下。脇の下の、もうちょっと下のところにぐっと息を入れる。いや、もうちょっとだったよ、今。もうちょっと。もうちょっと、はい。あ、成功したよ。はい。OK です。もしもし？はい、大丈夫だ。おめでとう。いや、これで、先生の言う通りになりますから、大丈夫です。はい。あ、本当に？うん、よかった。ありがとうございます。信じます。はい、大丈夫です、これで。お大事に。はい、いや、お大事じゃないよ。もう治りました。大丈夫です。はい。はい。よくなりました。はい。大丈夫です。おめでとうございます。ありがとうございました。本当によかった。失礼します。はい。よかったです。よかったです。お父さん、どうもありがとう。とんでもない。ありがとうございます。大丈夫ですから、もう。失礼します。はい。すっかり大丈夫です。ありがとうございました。はい。いえ、とんでもないです。大丈夫です。はい。治りました。治りました。はい。大丈夫です。よかった、よかった。はい。もう一人くらい大丈夫。もうやめとく、今日は。もう一人くらい電話
いいですよ、来たら。来たら、じゃあ電話来たら、浅井さんが、対応しますので、よろしくお願いします。なお、電話かかってきた時にね、放送なんで声に残っちゃうんで、プライバシー。ちょっと待って、俺から出るね。あ、もしもし、和道です。もしもし、リスナーさんでしょうか？あ、放送で音声残っても大丈夫でしょうか？いや、このままの方がいいんじゃない？あ、よろしくお願いします。少々お待ちください。ちょっと待ってくださいね。どうすればいいんだ。ちょっと、いいよ、このまま。ちょっと待って、ちょっと待って。はい、もしもし。あ、リスナーです。あ、よろしくお願いします。はい、放送乗っても大丈夫ですか？大丈夫です。そうですよ。はい、大丈夫。声は大丈夫です。あ、はい、プライバシー、気をつけてください。あ、わかりました。はい。どの辺が調子悪いですか？ですね、さっき、メールでメッセージもしたんですけど、右肩の、はい。上腕のところ、右の腕の上腕のあたりが、ちょっと、はい、肩こりっていうか、なんか、みたいに痛いんで、結構かなり長く痛いので。もう1年ぐらい痛いですか？はい。1年間痛いですか？いや、1年間じゃなくて、2週間ぐらいちょっと痛くて、はい。痛いんですよ。上がんない、腕が上がんないぐらい。上腕が痛くて腕が上がらない。はい、右の腕ですね。上腕のここが痛いんですか？肩の下。上腕。右だから逆、こっち左。反対か。右です、右。右の、肩の先のところが痛いんですか？ちょっと待って。筋肉のところが痛いんでしょうか？それとも、一般的な痛みの出るところ、外側が痛いんでしょうか？右の。はい。うん。外側ですかね。外側。外側ですね。はい。外側の痛いところ触ってみてください。はい、触ります。はい、触りました。はい。腕をちょっとでも上げたら痛いですか？いや、今押さえながらちょっと上げると、肩の高さよりちょっと上までは上がってもいいんですけど、それ以上ちょっと痛いです。はい。ちょっと待って、音が聞こえ、分かった、
左側に膝を向けたいという横座りになります。両方の膝をこういうふうにこうですね。だからちょっと待ってください。カメラが近すぎたからもう一回。左側じゃない、こうだ。ちょっと待ってくださいね。横座りになるんだけれども、左側に、膝と右側に足、横座り。はい。はい。右足をともうちょっと前方に出してください。前方。はい。はい、出しました。ちょっと左側に息をもう、目いっぱい吸ってみてください。目いっぱい出しました。出しすぎたのかな。ちょっと右足をともうちょっとこちらかな、右に送ってください。右足の膝をもうちょっとだけ右に。はい、あそこだ。はい、そのまま上体を後ろを振り向くんですけれども、はい、左側の方に、はい。ちょっと待ってくださいね。こう来て、右に、思いっきり振り向いて、して左側の肺を目いっぱい膨らませてください。左の肺を膨らます。はい。まず振り向いてください。まず膨らませると右に行かないから、まず振り向く。あ、振り向く。はい。肩をもっと引いてください。肩を引く。はい。どんな体勢だよ。そのまま左の、心臓の下あたりが大事なんですけど、心臓の内側の下、このあたりを目いっぱい膨らます。はい。はい。そこに、空気が入ると信じてください。心臓の内側。空気が入るように。はい。空気が入るように。信じる。左の肺のところの心臓のところ。心臓の下。下、はい。下に空気が入るように。目いっぱい息を吸う。信じるっていう。ちょっと待ってください。信じるっていうことは、そこを膨らませればいいです。内臓を膨らませればいい。だから膨らませました。ここは膨らまされないぞという、それあれが、が来てるけれども、これは、膨らみますから、目いっぱい膨らます。膨れた位置はもうちょっと下、左です。もう、膨らませた位置は、もうちょっと下、左。下、左。はい。大体いいですけども、そこの辺を中心にして、目いっぱい膨らまして、それが肺全部に及ぶように、30センチぐらい膨れると思って、ぐっと踏ん張る。はい。はい、上への力が足りないです。右への力が足りない。右の力、はい。そのまま、2、30センチのに圧力がかかるようにぐっと押す。ぐっと押す、はい。やはり、左側の、押し方に、大体押ささってるんですけれども、はい、押す方向で上、ちょっと右、この押す方向が力が足りないです。あ、力が足りない。はい。そこを頑張る。
今ね、だいたい6割型、もうちょっとグッと押す。はい。あ、惜しかったな。惜しかった。この左側、もうちょっとって右。右、めっちゃ頑張る。頑張りましょう。はい、頑張りましょう。頑張ります。もうちょっとですよ。もうちょっとです。はい、大丈夫です。はい、はい、OK です。おめでとうございます。はいはい、これで、あとはちょっと待ってください。はい。1日ぐらいは、そう、肩を上げない。これ、頑張らなくていいですから、頑張らない。ほっとく。ほっとく、はい。はい。あ、そうすれば大丈夫ですか？ちょっと待ってくださいね。お風呂に入って揉んだりしない。一日ほっとく。はい、そして一日、今日一日だけ油物を食べない。もしか、拘束やってたら困るから。それで、これでいいかな。そこを言え。なるべくシャワーでも、肩だけ割ると冷水浴びた方がいいです。冷水にする。はい。そうします。はい。これでいいかな。今日一日だけでいいですよ。今日一日だけ。あとは、あげないと、これでいいかな。はい、オッケーです。はい。はい、おめでとうございます。はい。ありがとうございます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 。失礼します。はい。ありがとうございます。失礼します。はい、失礼します。ありがとうございます。はい、すいません。先ほど女性の方から電話が来たんですけれども、女性の方すいません。ちょっと間違って、切ってしまったので、よかったらまたかけてください。もしよかったら、浅井さんのですね、カウンセリング受けたい方は、こちらまで、あと一人にしようか。いいですよ、どうぞ。大丈夫ですか？はい。続いて困っている方いらっしゃいましたら、お問い合わせどうぞ。なお、放送に乗ってしまいますので、声。プライバシーにはお気をつけください。自己責任でお願いします。だ、二人直した。そうですね。うん、やっぱり良かった。良かったね。良かったね。良かったね。もういないですか？大丈夫でしょうか？やっちゃう。もう大丈夫ですか？今の人はまた直します。うん。どっから来たのか出てるじゃないですか。うん。では、大丈夫。履歴残ってるでしょ。バカプレゼントありがとう。ここですか？うん。うん。わかんないけど。今な、うん。あ、来た来た来た。はいはいはい。そして、次の方来ました。あれ、しまってね。あ、ちょっとこのパソコンが。もしもーし。もしもし。あ、もしもし。あ、すいません、先ほど切れてしまった方でよろし。はい、そうです。あ、すいません、申し訳ございません。ちょっと操作がわかんなくて、他の人のキャッチを受けてしまって。あ、はい。大丈夫です。どの辺が調子悪いですか？はい。悪いとこはどこでしょうか？あ、ですね。はい。ちょっと難病でして、はい。体が全体に痛くて、寝たきりになってしまってるんです。今一番痛いとこは、寝たきりですか？はい。それで前はそんなことなかったんですけど、ちょっと全員陰痛症っていう病気に、一番痛いところはどこですか？腰ですか？左、そうですね、左半分の腰あたりはすごく痛いんです。はい。寝たきりは人の勧めで寝たきりになったんですか？それとも自分で寝たきりになったんですか？いや、もうなんか、起きて、ちょっと辛いんですよね、体が。寝てたら調子のが一番楽なんです。寝てると楽だからそのまま寝たきりでいるとそういうことですか？一ヶ月ぐらいですか？ね、何ヶ月寝てらっしゃいますか？ですね、もう2年ぐらいなんですけど、まあトイレ行ったりとか。
ご飯食べたりとかはあげてるんですけど、ちょっと他はもう寝て座ってるより寝てる方が痛くないので、はい、痛いところを触ってください。はい、そこはあんまり痛くないけど、もうちょっと痛いところ、そこの周りです。どっか痛いところある。あ、そこだ、そこだ。ちょっと待って。ちょっと待って。中心じゃないな。ちょっと待って。体の上の方でおかしなところはないですか？例えば、右の背中が痛いとか、左の背中が痛いとか、上の方。あ、そうですね。まず左前面ですね。左側が全体的に頭も痛いですし。左全体的に痛い？はい。痛いですね。腰は右が痛いんですか？左が痛いんですか？あ、左です。右の上半身はどっか痛くないですか？例えば、その右の、そうですね、背中の、横の方とか痛くないですか？右は。あ、そうですね。右でも、そうですね。左に比べたら、マシなんですけど、はい。痛いのは痛いですね。ちょっと右の悪いとこ触ってもらえませんか？背中ちょっと、手が痛くて回んないですか？はい。なんかベッドの横とかに右の、後ろを押すわけにいかないですか？痛いところ。あ、ベッドのあれですか？それか、まあ、なんか、ここいら。そこですね。はい、わかりました。はい。普段どんなもの召し上がってるんですか？何か言うと、これを、飲まなきゃなんないんだとか、なんかそういうような何か健康食品とか何か特別なものを召し上がってますか？いや、そういう特別なものっていうのはないんですけど、薬がすごく数が多くて。薬は、何でもないです。薬でなくて、
なんか、これがいいんだと言われた、ヨーグルトを食べてるとか、これが良さそうだからさ、いい米にしてるとか、なんかそういうものですが。あ、そういうものはないですね。はい。朝から昼にかけて食べるものです。その中に何かある。え？朝から昼にかけて食べるもの。朝から昼にかけて食べるもの。まあ、知ってれば野菜ジュースみたいなのを、ね。あ、それです。はい、それ。それ。それを中心にする。それを中止にしたら、大いに全部が良くなる。それを中止。はい、やめた方がいいと思います。はい、他、薬は全部飲む。それだけ中止。ああ、はい、はい。じゃあ悪いものはそれしか考えられない。それ絶対ダメです。ああ、そうですか。それを、まずそれを飲まないで、で、あと、はい、今やることは、はい。仰向けに寝て、はい。左足の、はい。足を、つま先伸ばして、そしてまた、はい、折り曲げると、これを、はい。30回ぐらいと、これ、だいたいもう30回以上できないですから、あんまりやらなくていいです。30回ぐらいやると。で、これ以上のことは、今できない。で、それで、これ直しますから、おばさんが。で、それ、今日だけど、またおばさん来るから、はい。その時に、はい、そちらの方に、いつもこの時間おりますか？います、はい。いや、おばちゃん、なるべく、これ明日来ますから、明日仕事を少し少なくしてこっちに来る。で、それで、これ、はい、今日はそれだけやって、してジュースを中心にして、それをやると。ちょっと待って、できるかな？ちょっと待って、失敗するかもしれないね。はい、ジュース。失敗するの？ちょっと待って。何失敗？ジュース飲むのやめる。今、仰向けに寝てますか？聞いてねえ。はい、寝てます。はい。で、そのまま、はい。左足を、はい。つま先を伸ばしたり、そしてまた曲げると、はい、ゆっくりやってみてください。こういう、曲げたらいいですね。伸ばせばいいです。はい。もしもし、そんなに頑張らなくていいです。もうちょっと、軽く、はい。もしもし、その時に、はい、はい、右のお腹に息を入れる。はい。はい、お腹の、もうちょっと右の、もうちょっと右の方を膨らませる。お腹の右上の方を膨らませる。はい。ちょっと待ってください。お腹の右の上の方に押す、中から。はい、もしもし、ここのところもう少し頑張ってお腹に力を入れなければ治りが良くない。ぐっと力を入れて、右のお腹を膨らませる。そして右の、上、そして右の方にぐっと力を入れる。そして、左足を、つま先を、倒して、して戻す。倒して戻す。はい、OK です。はい、できました。はい。はい。で、それを5回ぐらいずつ何回かやると。はい、あと気をつけることは寝たきりが正しいです。あんまり動き回らない、外に行かない、寝たきりにしとくと。で、それであとは、はい。
はい。うんと、野菜物が足りないから野菜ジュース飲んでるんですか？あ、そうなんですよね。野菜食べてないので。近所にあると何というスーパーがあるんですか？え？スーパーマーケットの名前。100円。名前は、なくてもいいや、したら。なんかちょっと待って、野菜、これが美味しいだというもの、野菜は何ですか？そこで買ってきたもので。まあ、サラダをお母さんが作ってくれてるのがあれなんですけど、毎日はちょっとサラダ作ってない時があるので、野菜ジュース飲んでたんですけど、まあ、サラダ全般ですね。いろいろ言うてはくれてるんですよ。そのサラダあんまり良くないんで、それでしょうがない。近所の食品屋さんにあんまりいいもの売ってないらしいんで、こうしてください。はい、セブンイレブンのブドウジュース、もしくは、ファミリーマートの、グレープフルーツジュース、もしくは、ローソンのサンキストのオレンジジュース。で、野菜物、これ、野菜物な、その近くにいいものないから何とも言えないんで、はい。今度お母さんに美味しそうなものをもっと遠くに行って買ってきてもらってください。はい、そしたら、おばちゃんがどれがいいって見立てますから。はい。すいません。もう一回お願いします。サンクスの。ローソンのサンキストオレンジジュース。何のジュースですか？また、すいません。ローソンのサンキストという銘柄のオレンジジュース、はい、セブンイレブンのブドウジュース、はい、それからファミリーマートのグレープフルーツジュース、はい、それからあとどっかにはい、どっかにドールのパイナップルが一個ごと売ってたら、それを買ってきて食べる。はい、ローソンですね。いや、違います。パイナップルは体に効き目がいいんですけれども、その体に。はい、でも、パイナップルの、はい、ドールというメーカーは割といいの入れてるんで、一個まんまのパイナップルがドールのは、もしあったら買ってくると。多分いいと思います。はい、はい。はい。で、今、現状で、そう、食べてる野菜は、いい野菜がないんで、はい、で、それで、その目に合ってるんで、これはあなたが悪くてどうにかなったわけじゃなくて、今後それを飲まなきゃ元に戻りますから、その、野菜ジュースと、野菜は、おばさんが選別しますから、それだけ買いに行ってください。はい、で、そしたら大丈夫。ああ、はい。わかりました。はい、これってね、今、その世の中みんなそうなんですけれども、この、いいと思って頑張る人に限って、その、頑張るものに、すごい悪くてさ、毒としか思われないものはさ、これ、こういうふうに効きますよって、そういうふうになってるんで、みんな頑張る人はそれ買って飲んでしまうんですけども、それはまずいです。で、それ、まず、はいって言っても、どうしようもないんだから、しょうがないんだよね。だから、そういう世の中なんで、それを避ければ、また元通りの体になって元気になれますから。あ、そうですか。はい。で、これは、どうだったかというと、言っていいのかな。その右の側近を触ったところが一番悪いです。で、他は、みんな、それによって、はい。右の頭がぶっ壊れた。で、それで、左半身に来てる。で、それで、そこの、右が、そこが治らなければ、全部治らないです。はい、だから、まず、そこからですので、野菜物はそのように変えてください。あ、はい、わかりました。右の、一番どこが悪いですか？右の、上に上がる血行が不良になって、右の頭が壊れました。で、それで左半身が動かないです。で、右が悪いから、左に全部出てるってことですね。そうです。だから、その直し方は、
うんと、その頭を直したってダメです。これ、悪いとか、もっと下にあって、うんと、血が右に行かないです、右の頭に。寝てるのが一番です。治るまで。治りますから、そのうちに。はい。病気で何か脳腫瘍とかそういうのとかでは。腫瘍でなくて血行不足です。立ち直りますから大丈夫です。はい。なるほど。はい、でも体は炎症が増えてるんで、頑張らないと。静かにしてるのが一番です。早く治るから、その方が。ああ、そうですね。痛いんですよね。そう、体動かすと痛いっていうのは動くなっていう体の幸せだから動いちゃダメです。じっとしてる。はい。はい。そのうち痛くなくなるから大丈夫です。あ、わかりました。はい。筋肉は弱ってるから痛いの。だから、じゃあ今大丈夫、そのうち良くなりますから大丈夫です。寝てれば大丈夫。あ、はい。ではまた明日。はい。わかりました。はい。先生、ありがとうございます。はい。その体操は、5、6回やっといてください。はい、わかりました。はい。お大事に。はい。お大事に。はい。はい。あ、失礼します。はい。大丈夫です。あなたが悪いからじゃありません。これ世の中ですから、必ず良くなります。はい。はい。すいません。ありがとうございます。必ず良くなりますから。すいません。なります。なります。良くなります。難しかった、最後の人は。重症だ。重症、よかったね。うん、分かる。やっぱり最後の人、寝たきりの人は重症だって。重症だよ。だからダメだ。ああ、うん、いや、うん、野菜ジュースだよ。野菜ジュース、野菜ジュースってひどいのが多いんですよ。うん、それはメーカー言っちゃまずいだろ、うん、ひどいのが多い野菜ジュースが、うん、だから野菜ジュースを毎日飲んでるっていうのは。セブンイレブンのブドウジュースは体にいいの？悪くはないですよ。でも、これを跳ね返して良くなるかっていう、それだけの力がない。うん、パイナップルがある。パイナップルがいい。パイナップルある。ドーンの。まあ、大体腐ってなきゃ大丈夫だと思うけど、うん、輸入したての大丈夫。輸入したてのパイナップル。うん。うん。じゃあ、皆さんよろしいでしょうか。浅井さんへの質問ないですか。うん。大丈夫ですか、皆さん。よろしいでしょうか、浅井さん。ちょっとお仕事に出かけるので。大丈夫ですか、先生。いや、大丈夫と思います。あとは、うん、そうですね、あとは何もないけども。うん、浅井さん、疲れてない？大丈夫？だって一日中仕事してたらこれから行くんだから疲れるよ。いや、じゃあ行こう。行かれる。これかな。うん、じゃあありがとうございました。うん、ありがとうございます。はい、いつもありがとう。なんか直した方もなんか事故があってまた再開したとかそういうようなことだったらまたおばちゃんが、うん、やりますので、うん、電話ください。うん、なんとか完璧な。何もなければそのまま行きますけれども、うん、何かがあったらまたダメだ。だからまたおばちゃんに言いますから、それでも直します。じゃあ、シャカちゃんまたね。いや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 。すいません、お母さん。ごめんなさいって、ごめんなさいって。とんでもない。頑張ってお仕事。はい。じゃあ、ジムに行くの。ジムに行くの、これか。のんちゃん来なかったね。あ、来た。来た、今。こんばんは。浅井さん、携帯忘れてる。よかった。携帯。うん、どうも、昨日はどうもありがとうございます。あ、とんでもないです。お大事になさってください。浅井さんでした、皆さん。アイロンだ、かわいいよ。アイロン持ってきてくれたの？ありがとう。アイロン持ってきたの？ありがとう。浅井さん、あれだよ。今日風強いから気をつけるんだよ、自転車。あ、そうですね。うん。シャカはどこ行った？なんか気をつけて、シャカは飛んでったから。いる？シャカ？うん。シャカ戻して。あ、飛んだら大変だよ。これ閉めなきゃ。うん。シャカ、大丈夫？シャカはね、外出ないから大丈夫。シャカ、おいで。シャカは家の中大好きだ。シャカ。あれ？シャカ。明日も来んの？シャカ、いい子。あ、オッケーオッケー。夕方？夕方って仕事2日、いいよいいよ。明日の2時か3時まで明日やってるの。あ、だからちょっと寝てから行くよ。
いつもはその後寝ないで測るとね。いや倒れちゃう倒れちゃう。いや倒れるんじゃなくて言うことが上ごとになるからだ、ね。すいません。じゃあゆっくり頑張ってください。はい、お疲れ様です。明日行きます。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ちょっとおいで。ちょっと。腹減ったな。よいしょ。はい。問い合わせがたくさんありましたね。お疲れ様です。じゃあ一回枠を切り直したいと思います。皆さんありがとうございました。お疲れ。お疲れ様でした。したか？うん。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。